さあここでですね、皆様にお知らせがございます。この後予定しておりましたフィナーレイリュージョン打ち上げ花火につきましてなんですが、ギリギリまで検討しましたが、激しい風のため危険度が高いと判断をいたしまして中止することといたしました。楽しみにされていた皆様には本当にお詫びを申し上げます。一方で音と光のレーザーショーはできるだけ行いますので、最後までお楽しみください。レーザーショーはできるだけ開催ということですね。でもですよ、はい、その前にですよね、ご来場の皆さん、ぜひともこちらの方もご参加していただきましょう。極上のチャンプルーカチャーシーカチャーシーカチャーシましては、
ギリギリまで検討いたしましたが、激しい風のためですね、危険度が増すと判断いたしましたので中止することと、いたしました。楽しみにされていた皆様にはね、本当にお詫び申し上げたいと思うところでございます。その代わりではなんですが、一方で音と光のレーザーショーはできるだけ行いますので、はい、お楽しみいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それでは行きましょう。スタートです。闇を照らし、光は大空に咲く。風は流れる雲を乗せ、海を渡り、この時代を運び込んできたのだ。遥か悠久の歴史の中で、ふるさとの文化と命を紡ぎ、受け継がれし伝統は若者の手から手へ、魂から魂へと渡り、今光の竜となって夜空を駆け巡る。第62回沖縄全島エイサー祭りフィナーレイリュージョン、飛龍。歴史を重ねてきたこの街で、今夜夜空を彩る花火を打
ち上げるために、これより皆様と共に声を合わせてカウントダウンをしてまいります。去りゆく夏の思い出を胸に抱いて、未来へと向かう光を追いかけて、ご来場の皆さん、本日打ち上げ花火はなくとも、ご来場の皆さんの本日一番の盛大な拍手の花火をお送りください。ありがとうございます。さ
寂しいではあるけどね。いやでも素晴らしかった。あとちょっと泣いちゃいましたもん。すごい、すごかった。いやー毎年ね、まあ、このレーザーショーを見れるだけでも、はい、本当にね、夏を過ごせたなという本当に感傷に浸りますけどもね。すごいですね。なんかこうストーリーを感じましたね。そうですよね、本当にこれにねいつもならドドーンと上がるわけではございますが、はい、まだ今日は今日でまた別の楽しみが生まれたのではないでしょうか、はい、そうですね、また特別なものをね見せていただいたかなと思っております。感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあこれをもちまして、第62回沖縄全島エイサー祭りの中日、第39回沖縄市青年祭りプログラムの方すべて終了となります。最後までご観覧いただきまして誠にありがとうございました。